でもフルノーソンのさ告知もさしたけどさ、これはまあ12月のいつだ、なんかミコ案件受けた時はさ本当に結構かなり前からねやってるやつだから、ああついに出たと思って、なんか蓋を開けてみたら11月、10月と、まあ本当に後半にかけて、年の後半にかけてどんどんグッズが多くなるっていうね、あのミコピーはね、あのあわわわわわわっていう時代になったんだけど、本当に申し訳ないなと思いつつ、でミコもミコ自身も告知しながら、なんかもうあれ今な何がどうなってんだっけってね、ちょっとパニックになるレベル。これがミコのデート服、えこれめっちゃ可愛くない、これ。あとね、ローソンメイド服のミコ、めっちゃ可愛くない、誰この美少女、なんでだよ、ミコちゃんだよ、ミコちゃんですけど、お姉さんみたいだね。まあミコはお姉さん目指すからさ、まあミコが可愛くてすまん、ミコが可愛すぎてすまん。なんかさミコもさ、その東京キャラクターストリートに出店するみたいな、なんか実際にミコ行ったの、行ったのって言ったよね。東京駅の、地下1階に、なんかいろんなキャラクター、それこそちいかわのショップとか、あったりとか、ちいかわの隣だったの、店舗が。だから、ミコのそのパネルが置いてある位置の後ろに、ちいかわのショップがあって、ちょうどパネルを取るとね、ちいかわが映るっていうね、嬉しいことが起きてるんですけど、行ったな。はい。いやなんかちょうどさ、帰省から帰ってたか、実家から帰ってる時に、わぁ、ちょっと寄ってこうかなーと思って、チルッとね、行ったんですよ。そしたらさ、やっぱ結構みんなお客さんいて、で、みんなお客さんの、なんか、何言ってるかちょっと盗み聞きしてた。そしたらなんか、シラケンの話してる人がいて、ん？シラケンの話をしてるとか、なんかいっぱい、あ、これミコチのな、なんだな、とか、はぁ？ミコのこと話して。盗み聞きした。で、怖くて、すぐ消えた。なんか、でっかいパネルとかをさ、店内に置いてさ、時々さ、なんかお客さんに話しかけるみたいなやつやりたいんだけど、できないのか？リアルタイムで映像かと思いましたら、あ、ミコのぬいぐるみ買ってくれたんですね、ありがとうとか言って、ずっと言ってるわ。一生叶ってないんだけど。来年こそやろう。腰抜かすで。マジでやりたいわ、と思って。